声楽家伴奏者育成コーチコルペティトールの香川です。フィガロの結婚も終わりに近づいてまいりました。私の楽譜ではベーレンライターでは27番、フィガロのレチタティーボとアリアです。フィガロはね、バズィリオとかバルトロに助っ人を頼んで、で私は最後の仕込みに行ってくるって言って行っちゃったんですよね。まあ、フィガロはねもうね、スザンナが浮気してるかするかっていうことをもう信じ込んじゃったので、まあね、なんかそこでこう突っ走るところが、素直な性格がいいような悪いようななんですけれども、そしてその彼が戻ってまいりました。トエデポスト、すべて準備は整えた、間もなく時間になるぞ。あ、人が来たみたいだ。彼女かな。ああ、誰もいない。夜は闇。まあだいぶね、神経に来てますよね。ストレスなんでしょうね。だから人がいるんじゃないかと思ったのでしょう。で、私はいよいよ始める。夫なんぞという、まあ愚かな役を始めるのだ。ひどい女だ。俺の結婚式の時には、あの男はっていうのは伯爵ですね、手紙を読んで楽しんでいたんだ。あの手紙っていうのは、バルバリーナがあのピンを返すのはでピンを落としちゃったって言って、いや、その前から言うと、結婚式の時に、ベールをね、スザンナが受け取る時に入って伯爵に渡したあの手紙で、それをもっと遡ると、伯爵夫人が、そよ風に寄せる歌、はい、書きなさいって言ってスザンナが書いたあの手紙ですよ。あれを読んでね、伯爵がね、あのふふふんと嬉しそうにしてたと。それを俺は何も知らずに笑ってたと言ってるんですよね。おお、スザンナ、スザンナ、なんて俺を苦しませるんだ。純粋そうな顔して、罪のない目をして、全く誰がそんなこと信じる。どんな時も女を信用するなんて、いつもバカなことなんだ。そしてアリアが始まります。プリテポプリオキ、愚かな男たちよ、その目をちゃんと開いて、ゴルダーテプロストルゼミテ、見なさい女ども、ゴルダーテコザソ、女ってどんなものか見てみるんです。ゴルダーテコザソ、ゴルダーテ、ゴルダーテ、彼女たちを、そして彼女たちを、女神というのは、それは騙されているんだ。で、その後がね、悪口の連続なの。これがおかしい。どんどん言ってきましょうか。女はね、魅惑する魔女だ。で、俺たちをね、苦しませるために魔法かけて、歌う人魚だ。人魚って知ってます？あ、人魚は知ってますよね。人魚ってね、歌が上手なんですよ。で、歌と美貌に、吸い寄せられて、男たちが近づいてグッて引っ張って溺れさせるんだという話ですよ。そして、ね、媚びを打ってね、羽を引き抜こうとするフクロウだ。もう西洋ではそういうふうに捉えるんですね。うん、それから、光を奪うね、彗星だ。こういうの面白いですね。あの、ヨーロッパでどういうふうに悪口を言うのかの勉強になります。うん、トゲのあるバラ。あ、なんかわかりますね。愛らしい狐。それからね、優しいメスグマ。それからね、意地悪な
メスバト。それから人を欺く名人だって。で、哀れみもない奴らだと。もう残りは言わない。みんな誰もが知ってることさ。そしてまた、オプレーテポクエリョッキー。男たちを目をしっかり開けて、あいつらがどんなものだか見るんですよっていうふうに歌っています。いや、これ本当面白いですよね。そう、誰もが知ってるさって言いながら帰る。そのならさ、じゃのならさ、すでにみんな知っている。そして物陰に隠れます。